ありがとうございました。なんかさ、野崎さんと MC すること多いよね。なんか多い気がするね、そう言われてみたら。そんなすごい汗かけかってかけからそういうこと言った。お互い様だけど。あ、それは、それはそうですよ、それはそうですよ。ちょっとプンちゃんの面白い話していいですか。何？いいよ。ポケモン GO ってあるじゃないですか。で、プンちゃんがやり始めたんですけど、まあ、僕もちょっとやってるんですけど、娘ちょっと流行ってるんですよね、はい、娘でもやってるって言ったらね、ある日ね、ちょっと僕、買い物から、まあ、買い物行ったんですよね。で、あれポケモン GO って、まあ、アプリを起動させて、で、こう持って歩くことによって、いろいろこう展開が生じるみたいな、ゲームじゃないですか。すごい難しいですね。ポケモンが出てくるんですよ。持ってこう歩くことによって、卵が高いそう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 。で、まあ、買い物行って、ああ、買った買ったと思って、家に帰ろうとしたら、すごい帽子をふわっかぶって、すごい、コソコソしたくんちゃんが、いかにも怪しい感じで出てきたんですよ、家から。で、はってこっちを見て、やべえ、見つかったみたいな顔をして、くんちゃん、卵返しに行くんですよ。そう。いや、そう、自転車あるじゃないですか。自転車で乗るのがすごくいいらしいんですよ。だから、そう、もちろん気をつけてですよ、もろもろ気をつけながら、長スマホはしない、長スマホしないように、なんか目的地を意識しながら、で、しかもちゃんと、ね、なんか悔しかったんですよ、ちょっと頑張ってやりたいな、みんなやってるから、ちょっといいとこまで行きたいと思って、ちょっと頑張っていろんな作業をわーって終わらせて、1時間時間でした。よし、ポケモン行こうみたいな感じになって、でも外めっちゃ暑いから、帽子めっちゃ深くくって、なんかあとちょっとバレたくなくて、メンバーにちょっとあいつマジやんみたいな感じで終わったら恥ずかしいから、ほんまにめっちゃ帽子かぶって、こうボロボロのね、ホームセンターの1枚で買ったチャリをこうやってこうやって全然落ち着かないと思ったら、初めのバグリカのね、覗きそう。一瞬だったね。一瞬でしたね。まあ、だから、まあ、でも、ちょっと頑張って、レアなポケモンゲットですよ。あ、そうですね。うん、野崎さん、珍しいやん。だって、新しいアプリハマるのさ。僕は、デッドマンズクルスっていうね、全然誰もやってないアプリしかない。そう。だから、これでちょっと、レッツ、流行りに乗っていこう。そう、流行りに乗ろうって言ったらいいんですよね。乗っていきましょう。はい。あ、わかりました。ということで、続いての準備ができた。むつめん YouTube チャンネルでは、踊ってみた、ライブ映像、はい、プライベート、ミュージックビデオなどなど、ここでしか見られない映像が盛りだくさん。チャンネル登録はこちらから。皆さん、よろしくお願いします。よろしく。